多分普通にもう映ってるからジャケットとインナーはそうですね同じなんけど、本当に鏡見てるみたいな、なんか分け目もちょっとこっちにしてそんな感じになってるんで、でもまあ、はい、ジャケット、まあ、ジャケット一緒なんだけど、うん、やっぱこう今回のこのなんか、まあ、ポイントみたいななんかありますか？やっぱりジャケットのまあベースとしてはまあブラウン系、まあ、ブラックとか、うん、ウォルドも入ってるんですけど、まあ、大枠としてはまあブラウン系で、じゃあ何合わせようかなって思った時に、まあ濃い色、例えば、黒であったりとか、ブラウンだったりとか、もしくは逆にこう薄い色、白だったりとかってなったんですけど、これちょっと画面越しに伝われば分かんないですけど、なんかこれ絶妙な色ですよね。そうなんですよ。なんていうんですかね、こうベージュなんですけど、ちょっとこうライトグレーも混ざってるような、アイボリーも混ざってるようなというか、そうですね、はい、まあいわゆるそのキャメルっぽいベージュじゃなくて、こう優しい色というかトーン、うん、落ち着いた感じですね。そう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 。で一色じゃなくて、結構こう一色の糸でやっぱ織り上げたものもラインナップにあって、それが合うものってすごくあるんですけど、今回のこのコーディネートに関しては僕はこのちょっとこうメランジ感のあるというか、うんうん、感じがすごく相性がいいなと思って。単色じゃないっていう、はい、あとはやっぱり何といっても着心地、着心地、はい、ね、これ素晴らしいですよ、ね、これはもう間違いない、はい、これ何でしたっけ、今シーズン一押し素材はハイゲージウール100、ウール100なんですけど、はい、タッチはもうカシミヤ確かに、はい、以上というか、はい、やっぱりこれ14ミクロンですよ、14.5 ミクロン、14.5 ミクロンっていう、はい、まあ、細番手、はい、の素材でめちゃくちゃ肌触りもいいんで、まあ今シーズンのレギュラーゲットのコレクションの、うん、まあ、テーマの雰囲気にも合うし、うん、まあ、今日僕らが着ているようなこのジャケットのにも合うなと思って。っていう感じですよ、うん、そうですね、確かにうちの今シーズンのコレクションは、まあ、ベージュ&グレーないし、カフェラテっていうカラーにはもうすごくハマる感じですよね、はい、あとはまあ僕は何と言っても前から申している通りやっぱモックネック確かにこれが肝かなと、タートルじゃなくてモックっていうのも、はい、まあ、今の季節にはまあすごいいいなと思って、まあ、今日僕もコーディネートで来たかなっていう感じですね。はい、そうですね。ただなんかこう着てるとこう幸せになる感じが、そうそうそう、ここ気持ちがこう上がるというか、はい、うん、そうですね、っていうのもあります。はい、ぜひちょっとそうそうそう着ていただければ、この幸福感となんかこうついつい触りたくなってしまうような感じというのが伝わるんじゃないかなと思います。はい、ぜひお楽しみください。今日はスタイルガイドということですけど、この2人で撮ることもなかなかないですよね。もう初めてです。淀屋橋のお店で、はい、結構前に商品の、はい、コートのご紹介でコートかな、スタイルガイド以外でということですか、はい、以来かなと思ってまして、ちょっと記憶にもございませんね。ちょっと懐かしい感じも個人的にはしながら、ああそうです、はい、今日ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。グレーですね。あ、そうなんですよ。これはもうちょっとリングジャケットの、まあ、永遠のテーマでもある、はい、まあ、ベージュ&グレーの一つの革、はい、今日ちょっとこう体現、まあ、しかもグレーといってもちょっとこう、はい、私ども強化というか、まあ、強化の、そうですね、はい、推し進めてるのが、はい、こう淡い、そうですね、トーンのグレーですから、はい、ライトグレーにライトベージュ、うん、けどベージュといってちょっとグレー、はい、グレッシュさも入るベージュで間違いないですかね。そうですね、間違いないです。最近の一番のお気に入りの2つをもう贅沢に使っちゃったっていうところなんですけど、このスーツもこのコーデュロイのこのスーツもこのセーターもお気に入り、はい、どこがお気に入りポイントなんですか。この生地ですね、特にゼニアのカシコ、はい、カシミヤコットン、カシミヤコットン、はい、はい、まあ、私どもよく使うというと、ね、あれですけど、はい、得意なというとあれですけれども、はい、生地ですね、気に入っておりまして、まあ、質感
でやっぱりこのコーデュロイなんですが、はい、あのカシミヤが本当に数パーセントなんですが、そうですね、入るだけでここまでタッチが違うかと。でいろいろ3色展開ぐらい今シーズンこの秋冬2022年秋冬もしてるじゃないですか。その中でもこのライトトーンがもう一目惚れでしたね。このライトグレー、まあ、それはシーズンによってちょっとカラーって、はい、もちろん出てるカラーって変わってるはずですけど、はい、リングジャケットとしてもこのライトグレーのカシコーコーディロイってやるの初めて。初めてですね。初めてですね。ちょっとアップにしていただけるとありがたいんですけど、さっきもしてたような気がしますけど、すいません何度もすいません一応このライトグレーなんで少し遠くにブルーがいるというか、これがねちょっと画面では伝わりにくいと思うんですが、ちょっとこの光ではあるかもしれないですけど、はい、まあ、これがまたキーポイントで購入した要因にもなっているところなんですけどね。今のライトで見るとちょっとベージュもがかったようにも見えなくもないですけれども、はい、表情が変わるっていうのがまた購入したポイントなんですけど、あとちょっともう一つ言っていいですか。両方好きなんですね、はい、今のはこっちをおっしゃっていただいて、はい、次こっちのじゃポイント、はい、もう待ちに待ち焦がれたポイントですね、はい、結構早い段階で、はい、お写真だけでご覧いただいていたニットなんですけど、7月、8月くらいですかね、私が写真上でご紹介していたアイテムなんですけど、スタイルガイドですか、新作紹介ですかね、おすすめの秋冬の商品はこれですっていう、なるほど、動画があったと思うんですけど、はい、それでご紹介していたアイテムなんですけど、はい、この太り部にこの、まあ、3色展開なんですけど、はい、このデザインが、デザイン、やっぱこのリブとそのちょっとこうゲージの肉感がちょうどこういうどちらかというと若干抜け感があるというか、若干カジュアル度合いのあるスーツジャケットによく合う、そうですね、っていうことですよね。あの、まあ、ハイゲージとかでいくとやっぱりどうしてももうちょっとこうドレス、このコーディロイスーツよりもさらにドレス寄りの方とこう合わせたくなっちゃうんですけど、クイーンすぎるというかね、そう、まあ、まあそれ合わせても問題はないんですけど、まあ、よりこちら の、 そのリブの太さ、はい、このゲージ、まあ、肉感ですね、そうですね、がこういったちょっとこうカジュアル度合い度数の高いスーツとマッチングって言ったらいいかと、はいはい、そこが今日のもう全部喋れました今日、はい、この前さんも大好きな、なんかちょっとこうカラーアクセントでちょっとまあトーンがライトグレーになりすぎているのでカラーアクセントを入れてるということですか。あんまりこうライトオンライトみたいなコーディネートはあんま個人的にはしないので、はい、どこかにこうアクセント欲しくなっちゃって引き算大事とも言われるんですけど、はい、ちょっと今日は足してしまいました。はい。というところもあ、まあ、足すの好きじゃないですか。だけど上品なさりげない足し、はい、ですもんね、はい、綺麗に、はい、このあれ巻き方はそのシュープリーで入れてるだけ、あえて結び目を出さずに、はい、まあ、太り部分を見せたかったっていうのもありましたんで、あ、だからここに結び目を作っちゃうとポイントがそっちに行っちゃうと、はい、結び目を作らないことによってこのリブというところを、大好きなリブ、はい、そうですというところを強調したい、はい、ここは引いてますね、考えて、はい、考えてますね、こだわりに、こだわり抜いた、はい、コーディネートになってるかなと思います。さすが、さすがでございます。ありがとうございます。野村さん、片やちょっとダークトーンというか、まあ、シックな感じですよね。まあ今日、まあ、会議じゃないですか。はい、今日ちょっと会議が、僕が野村さんもご出席されてた会議じゃないですか、はい、まあ、なので、まあ、タイムアップで、そうですね、このジャケット今シーズン購入したの206 の、はい、カシミヤのちょっとこう青みの強い、はい、ジャケットなんですけど、正直まあそれはこの8月ぐらいからですかね、はい、まあこう何回もこう着用してるんですけど、はい、まだちょっとすみません、タイルアップスタイルでこれ着たことがなかったんで、初おろし、まあ、今日はちょっとですね、そうですね、会議で
まあ、態度アップはしていきたいなと。いかダメって言われないですよ、はい、行きたいなというところで、しかもこれにまだこのコーディネートしてなかったけど、会議は誰が主役でもないですし、はい、皆さん主役で、まあ、ちょっとこう、まあ、落ち着いたトーンと門林さんおっしゃっていただきましたけど、はい、まあ、あの、はい、あのそこまで目立つことなくと言ったらあれですけど、まあ、会議前としたこのスタイル、このジャケットとしてのスタイルは何だろうかと考えた時にも、ほぼブルートーン、はい、まあ、まあパンツではもちろんグレー入れてはおりますけれども、はい、まあ、基本的にはブルートーンでまとめた、まあそうですね、今日は本当にシックに会議仕様でございますかね、はい、まあでもというところで、ね、こう秋冬にあえてこう寒色でまとめるっていうコーディネートもすごい綺麗だなと。もうけど門林さんもそういう意味でいくと、はい、寒色でまとめてというところ で、ね、はい、まあその今そうですね、今どうなんですかね、その夏、秋だから秋っぽい色、うん、冬だから冬っぽい色、夏だからとかっていう良さもありますけれども、その、まあ、逆をいく楽しみっていうのは、うん、まあ、結構根付いてきたようにも思いますし、うん、まあ、このそうですね、感触、はい、感触ですけど、一つ一つの素材がやっぱり素材感あるじゃないですか、まあ、温かみはありますね、はい、まあ、このちょっと玉カーディガンも着てますし、はい、すね、タイも言ったら、うん、ウールタイですね、カシミエにこうフラネルのパンツ、まあ、そうですね、非常にこう感触で一見こう涼しげには見えるんですけど、素材がこだわられているので冬らしい素材感が、まあ、チーフもそうじゃないですか、そのあたりがやっぱりさすがだなと思ってました。ありがとうございます。まあ会議スタイルでございます。ちょっと最後に、はい、ちょっとやっぱり僕のこのポイントとすると、はい、このいわゆるうちの新なしのこのモデル、はい、一番軽い下、はい、でこの返り位置、グッドもないですか、そうですね、僕の好きなポイントは、はい、この返り位置が、はい、結構こうやっぱり新で入ってない分、ちょっとこうあのボタンかけていないと、ね、はい、ちょっとだいぶ下の方にバーッとくるじゃないですか、はい、これがこれが僕好きなんですよ。なんて言いますかね、まあ英国前としたというか、カチッとしたこう帰り道がバシッと決まってっていうスタイルも、あのそれこそ会議の日であったりしっかりしたシーンではそういったものを着用しないといけないと思うんですけど、こういうちょっとこうリラックス感のあるこういったスーツの場合って、この帰り道がこうちょっと下に ずれてきてるっていうのが、あの何ともこのふんわり感というか柔らかみがより出て、ここはね、ミソです。いや、そうですね。だからこの開けてるスタイル、はい、なんかダブルってこう止めてっていう方も多いんですけど、はい、なんか開けた時のこの内のふわっとした感じ、そうです、はい、ロール感、返り位置の下さ加減、そうですね。これがね、はい、絶妙にかっこいいと私は、門林さんの どこかね、こう開けててラフに見えるんですけど。やっぱりカチッとした感じっていうのはやっぱ我々のジャケットだからこそ出せるところだと思うんですよ。カチッとしたというか、はい、上品にまとまっているというか、うん、いうところがあるとは思います。いや、止めてもね、もちろんかっこいいんですけど、はい、今日はちょっと、まあ、もちろん、はい、止めてもかっこいいですけど、はい、あの この良さ、ね、私なりのポイントの良さはこの返り位置、返り位置ですか、不安定さというとちょっと言い方悪いんですけど、はい、これがいいと思います。そうですね、はい、かなり、まあこういった形でね、はい、着ることを楽しんでいただけたら、いや、そうですね、すごくライトトーンでも本当皆さんこう挑戦されたことがない方もいざ着てみると意外とこう今まで似合わない似合わないという固定概念があったんですけど、ご自身の話、自分の話です。はい、ただお客様はあると思うんですよ。まあそうですね、はい、それがこういざ自分が着てみると、あ、意外と似合うんだなとは思わないんですけど、生きるもんだなと、はいはい、思うところもあるので、ファッションで、はい、挑戦いろんなものしていただいて、ね、はい、楽しんでいただければなと思いますね、はい、で僕らから以上ですね。ありがとうございます。ありがとうございました。